この度のラストンベルト・マーリンドの視察、有意義であった。貴君らに感謝する。ありがとうございます。陛下もきっと喜ばれることでしょう。そう改まらないでほしい。礼を言うのはこちらなのだからな。姫よ、わしは退任届を提出しようと。我らハイランド評議はコ・バルトロナイム大臣がそのアグラスだが的確な手腕を振るって国益をもたらしていた。その内務なき後のわしらはただの老害。この度の視察でそれがよう分かった。特別大使、それ以上。いいのだよ。時代の為政者の前で何をはばかることがある。マティア殿、次は評議会全首脳で視察団を編成しよう。彼らもその目で今を見れば気づくだろう。もはや時代は二人の騎士が変えているのだと。頼んだぞ、亮君。これからの時代を。気骨で知られるマティア軍機大臣だ。相当の決意なのだろう。講和条約締結が見えてきたな。それでは自分もペンドラムへ戻ろう。今回の視察と会談のことを一刻も早く陛下にお伝えしたい。承知した。私たちだけでは時代を変えられなかった。スレイが最悪の時代に光をくれたから。さて、今日はぐっすり眠れそうだ。宿に戻ろう。前回顔を合わせてからもう3ヶ月になるのか。元気だろうか、スレイたちは。たまには顔を見せてくれてもいいのに。今のこの街をスレイたちにも見せたいな。いらぬお世話か。旅を続ける彼らのことだ。きっともう何度も訪れているだろう。何者？大国のアリーシャ、シアマスティア。反急戦の過激派か。分かってくれ。今必要なのは講和締結による。
ている。同志の小僧はもういねえって言ってるのさ。何？危ないとこだったね。危ないとこだったね。ロゼ、ロゼ、危ないとこだったね。危ないとこだったね。ロゼ、ロゼ、アリーシャ、今大事な時なんだから、あんま油断しちゃダメだってば。あんま油断しちゃダメだってば。すまない、助かった。すまない、本当に助かった。本当に。じゃね。待ってくれ。スレイは、待ってくれ。一緒なんだろ。スレイは一緒なんだろ。何？血相変えて。何？血相変えて。何者かに同志はもういないと告げられた。同志はもういないと告げられた。何者か？どんなやつ？どんなやつ？わからない。わからない。声だけだった。声だけだった。うん。嫌な予感がする。やっぱ行ってみなきゃ。だね。やっぱ行ってみなきゃ。ノゼ。ノゼ。いい？アリーシャ。いい？今日はネーフトさん家に泊めてもらって。今日はネーフトさん家に泊めてもらって。鍵かけて安全にして寝ること。鍵かけて安全にして寝ること。じゃね。あ。じゃね。あ。ロゼのあの態度、ロゼのやはりスレイの身に何か、やはりスレイの身に何か、やっぱ行ってみなきゃだね。やっぱ行ってみなきゃだね。もうもう、ロゼ、宿に戻ってるといいのだが。宿に戻ってるといいのだが。よかった、ロゼ、よかった。聞かせてくれ。サイカの剣士との戦いを。サイカの剣士との戦いを。今戻ってきたばっか。ご飯ぐらい食べさせてってば。ご飯ぐらい。なら、ご飯食べながらでいい。聞かせてくれ。食べながらでいい。聞かせてくれ。いいの、それで。そこにライラ様たちいるんだ。そこにライラ様たちいるんだ。お願いです。聞かせてください。なんつごいさ。なんつごい。それだけの思いなのですわ。それだけの思いなの。観念するの。ライラ様。観念するの。エドナ様。エドナ様。私の思いは無視なわけ。私の思いは無視なわけ。だったらなぜ話してくれないのか。だったらなぜ聞かせてくれないのか。聞かせてくれ。いや、ロゼ。言ったっしょ。戻ってきたばっかだって。戻ってきた。ちょっとぐらい休ませてよね。ちょっとぐらい休ませてよね。アリーシャ様もご一緒するんですね。アリーシャ様もご一緒するんですね。何？え、何だろうか。何だろうか。お連れの方がそう言って、食事は二人分欲しいと。食事は二人分欲しいと。ああ、頼みます。頼みます。すぐ用意します。座ってお待ちください。座ってお待ちください。ロゼ、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 
そこまでする？そこまでする？ロゼ、絶対聞き出すんだから。絶対聞き出すんだから。私を避けてる以上、レディレイクには行かないはず。レディレイクには行かないはず。ならきっとラストンベル。ならきっとラストンベル。ロゼ、見つけた。ロゼ、見つけた。アリーシャ、追ってくるなんて。しかもこんな早く。しかもこんな。甘く見ないで。甘く見ないで。話しなさい。さあ話しなさい。もう分かってんでしょ。もう私が話す気ないの。私が話す気ないの。騎士姫さん、黙ってて。なぜだ。訳を言ってくれ。なぜだ。話したくないから。納得できない。納得してほしいとか思ってない。納得してほしいとか。私はスレイの重視。聞く権利がある。聞く権利がある。そう来たか。そう来たか。いいから黙っててってば。いいから黙っててってば。あなたと私はもう住む世界が違うのです。もう住む世界が自分で選んだんでしょ。自分で選んだんでしょ。王女様、ふざけてるの。ふざけてるの。そのつもりはありませんでしたが。そのつもりはありませんでしたが。お気を損ねたのならば申し訳ありません。ご無礼をお許しください。やめてくれ。王女である前に仲間でしょ。王女である前に仲間でしょ。本当正論、本当正論。仲間じゃないよ、とっくに。仲間じゃないよ、とっくに。もう別の道歩いてる。もう別の道歩いてる。ロゼ、納得した？納得した？私は、私はずっと、私はずっと。なにその顔。やり返されたことないの？やり返されたことないの？ま、王女様だもんね。王女様だもんね。あなたに私の何がわかるの？あなたに私の何がわかるの？わかるわけあるか！わかるわけあるか！ロゼは自分がどれだけ恵まれてるかわかってない！恵まれてるかわかってない！今度は悲劇のお姫様の顔なんだ。今度は悲劇のお姫様の顔なんだ。ロゼ！ずっと仲間だと思ってたのに、なぜそんなひどいことばかり。なぜそんなひどいことばかり。そっちに言わされたんだっつの。そっちに言わされたんだっつの。ひどい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 。次は泣くんだ女の子。どれだけ不器用なのこの二人。止めます、エドナさん。止めます、エドナ。いやよ、どっちも正しくて、どっちも悪いもしくて、どっちも悪いも。どうせこの二人はムーの親友になるか、心底を認め合うかのどっちかしかないわ。確かに。確かに。けど正直意外ね。けど正直この二人がこんなになるなんて。お二人が一番そう感じてるかもしれませんね。感じてるかもしれませんね。こいつ。もう勘弁して。もう勘弁して。ロゼ次第。ロゼ次第。私の気持ちは変わんないよ。私の気持ちは変わんないよ。私も、私も。はあ。アリシャ、アリシャ。明日また来る。明日また来る。逃げても無駄なのは分かったでしょ。逃げても無駄なのは分かったでしょ。待っててよ。待ってて。そうじゃなくて、こんな夜にどこ行く気？こんな夜にどこ行く気？公職の者らしく、公職の騎士団の寄宿舎で仮眠する。騎士団の寄宿舎で仮眠する。あんた反急戦派とかに狙われてんじゃん。危ないって。危ないって。他人のことでしょ。他人のことでしょ。ロゼには関係ない。ロゼには関係ない。分かってるよ、ロゼ。分かってるよ、スレイのこと。
とても辛い事情があるんだよね。とても辛い事情があるんだよね。自分が決めた道で身を結ぼうとしている今の私は、そんな辛いことを知る必要ないって、そんな辛いことを知る必要ない。気遣ってくれてるんだよね。気遣ってくれてるんだよね。分かってる。分かってる。けど、仲間なんだから。仲間なんだから。なってしまったんだ。なぜあんなになってしまったんだ。本当ただの女の子。本当ただの女の子。ロゼ、手出しは無用だから。手出しは無用だから。何言ってんだ、あの子は。何言ってんだ。まだ頭冷えてないのか。まだ頭冷えてないのか。このような真似をしても意味はない。このような真似をしても意味はない。売国奴が。売国奴が。この人たちもヒョウマン。この人たちもヒョウマン。我らは同じ人のはず。我らは同じ人のはず。世界を思う者のはず。世界を思う。私たちがこんないさかいを続ける限り、私たちがこんないさかいを続ける。いつまでも安心してもらえない。いつまでも安心してもらえない。大丈夫なんだって証明できない。大丈夫なんだって証明できない。あの子。アリーシャさんはロゼさんを戦争が招いた問題に巻き込みたくないのですね。けど、あいつらヒョウマだ。アリーシャじゃかなわないよ。うるさい。聞いて、私の言葉を。私の言葉を。それでも力を借りずにここは何とかするし、何とかしたら安心してどんな事実でも話してほしい。どんな事実でもかしらね。ってことかしら。本当不器用だな。不器用だ。あの子自身があいつらを浄化すれば、ウィンウィンの一挙両得、一網打尽の一石二鳥。今はそういうことにしといてあげる。ロゼさん、アリーシャさんと重視契約しましょ。もうしょうがないな。しょうがないな。不器用なのはお互い様ね。無用って、私は無用って。だったら重視やる。重視はやる。自分でやってみせるんでしょ。自分でやってみせるんでしょ。ライダー、ライダー、我が宿りし聖なる枝の新たなるメイズ、花は見え見渡るに巡りし祝宴をここにこと、今同志の意になる命を与え、便利の証とせん。覚えよ、重視たる何時のマナーは。イスリウィンエブアメッカ。イスリウィンエブアメッカ。スレイとのこのギャップ。スレイ、ライラ様、エドナ様、お久しぶりです。さあ見せてもらうよ。望むところ見てなさいよ。見てなさいよ。キラキラ輝いて記念結果、レッパの聖剣、熱唱だ。ダンスとアイルス、ほら行くぞ。レッパの踊りはここで全部決める。まだまだ、まずはやめろ。決定を気絶したぞ。今は僕らが会いましょう。エネルギーマイクダウンは100円。ちっちゃいのにやるね。でかいだけなんてゴミよ。ていうかクズよ。お見事ですわ、アリーシャさん。悪くはなかったと思うけど。いえ、お二人の力がないと対処できませんでした。まだまだです。そうね、あれじゃあまだわかんない。おやすみ。ロゼさん、アリーシャさん、面白くなってきたわね。面白くなってきたわね。
着替え中ちょうどいいや。何がちょうどいいや。いや、まずドア閉めて。いや、まずドア閉めて。覚悟しろ覚悟しろ。いやで、どうして公務の清掃に？反旧姓の過激派のやつらって兵馬ばっかじゃない？なんか裏にヤバいやつがいいんじゃないかなって。答えになってないよ。私はそれ確認しなきゃなんないの。答えになってないってば。答えになってないってば。おとり。は？おとり。その格好なら誰が見ても時の人アリーシャリフだだってわかるでしょ。襲われて。はぁ、襲われて。はぁ、昨日重視契約したじゃん。あたしを手伝うの当然。お当たり。え、あれってロセトの重視契約だった？ロセトの重視契約だった？そうだよ。スレイでなく、スレイでなく、わかった。過激派の裏に兵馬がいないか確認するためにアジトを探す。そのためにおとりになるってことでいい？そのためにおとりになるってことでいい？重視契約が私とだった理由聞かないんだ。どうして教えてくれないでしょ。どうして教えてくれないでしょ。まあね、私たちは蚊帳の外ね。私たちは、ああ、そんなつもりは、ごめんなさい。そんなつもりは、ごめんなさい。よろしくお願いしますね、アリーシャさん。アリーシャさん。さて、じゃあ言っておきますけど、重視でおとりだけど、この作戦は私が中心です。この作戦は私が中心です。行き先、行動、各種決定権は私が持つべき。決定権は私が持つべき。お分かり？しっかり見てて。うん、しっかり見てて。見てる。にしてもさ、何？にしてもさ、お姫様。何？なんか不調子だけすぎくな？なんか不調子。ロゼのせいでしょ？ロゼのせいでしょ？なんか映っちゃったな。普通の女の子の練習してたんじゃないの？してないってば。してないってば。どうだ、これで役者も揃って、これで舞台も整ったぜ。舞台も整った。役場は互いの、役場は互いの。さてと、アリーシャ、過激派のアジトの目星、騎士団はつけてないの？騎士団はつけてないの？干渉地帯も広いから。干渉地帯も。ラストンベルの近くじゃないのは確かだよ。この辺りは捜索済みだから。この辺りは捜索済みだから。となると、グレイブガント盆地あたりってことか。グレイブガント盆地あたりってことか。フォルクエン給料にもなかったし。フォルクエン給料にもなかったし。どうかしました？どうかしました。グレイブガント盆地にはエドナさんが封じた秘密の場所があるんです。嫌な予感。
行ってみよう、ロゼ。行ってみよう。オッケー。オッケー。ミクリオ様とザビーダ様は一緒じゃないんだ。ああ、ちょっと探し物してて別行動中。そっか、残念。そっか、あれ、残念。追求なし？あれ、追求なし？女性ばかりで旅するのも良さそうだなって。良さそうだなって。ですね。実は、女子会というのに憧れてて。女子会というのに憧れてて。女子会。確か。伝説の荒行だったかしら。伝説の荒行だったかしら。食欲や物欲を制御しながら、集団で話術や語学、情報の収集、処理能力を練磨しつつ、作戦立案能力や財務能力をも駆使しなければ無事に終われない厳しいものだそうよ。エドナさん、想像していたものと全然違う。最大の敵は。ドゥターキャンという魔物。魔物まで。女子会。本当は恐ろしいものだったんですね。恐ろしいものだったんですね。甘く見てるとやばいわよ。これはいじってるんだよね。そう信じたいです。グミの調合が終わったぞ。いいかも。
じゃあ探してみよう。オッケー。探してみよう。オッケー。戦うまでも私は彷徨う。逃しはしない。これでどう？強敵でしたね。体勢を整えましょう。体勢を整えましょう。準備はいいよね。ただしなきゃ。
やはりここなのですね。そんな予感はしてたけど、こんなところに洞窟が。この洞窟がカムランへとつながる道なんですね。カムランってあの、カムランってそうよ、あのローランスからの道ってわけね。失われた道でしたが、かの者との熾烈な戦いの余波が再び道を開いてしまったのです。けど私が封じた、確かに入り口は塞いだはずよ。行くよ、待ってロゼ。浄化はするにしてもちゃんと捉えて根本的に解決しなきゃ。セルゲイ殿に連絡して。そんなの待ってらんない。話聞いてよ。この先は人に触れさせちゃダメなの。分かった、行こう。何、もっとしつこく来るかなって思ってた。もう譲ってくれないでしょ。そうだけど行こう。仲がいいのか悪いのか。生き残れたのは
生き残れたのはまさに。